はい、それでは本日は販売士2級令和元年第84回3の7番接客プロセスについて解説していきたいと思います。次の文章は接客販売プロセスに関わる用語について述べている。文章中の四角の部分に下記に示す赤らをそれぞれの語文を最も適当なものを選んで回答用紙の所定欄に番号をマークしなさいという問題です。こちらの問題に入る前にこの販売待機からお見送りまでの8プロセス、そしてその他、ここまでが今回範囲になりますので、これを説明していきたいと思います。まずですね、お客さんが来てからご来店されてから、そしてお見送り、持って帰るまでの、販売の一連の流れなんですけども、これ8パターンあるということですね。8分類に分かれるんですけど、まず1つ待機。これはですね、顧客が商品をもう見ている間は、準備を整えて機会を待つということですね。もうずっと、ボケーとしてるわけではないんですけど、お客さんを見ているっていう段階ですね。で、次に2番、アプローチですね。顧客が商品に興味を持ったら声をかけて近づく、接客の第一歩ですね。お客さんが商品とか持って、ああ、いいなとか思っとったら、それに向かって、声をかけていくということですね。これがアプローチと言われるものです。そして3つ目、商品提示。これはですね、アプローチで、声かけて、いいイメージを持っていただければ、実際に商品を使ってもらったりして、見せて、商品を使ったりすることで、お客さんにさらに、おお、これええやんと、もっともっとなってもらうということですね。なので、商品を、ショーケースから開けて手に取ってもらったりして、購買意欲を高めるという流れになります。そして4つ目、商品説明ですね。セリングポイント。顧客の好みや判断基準が、分かってきたら、購買決定につながるような商品説明を短く効果的に表現した言葉を使うということですね。ちょっと思い浮かばないんですけども、iPhone とかだと iCloud ありますよとか、AppleCare ありますよとか、Apple Music とか Apple TV とか繋がってるんで、Apple いいですよっていう iPhone を売るとか、そのような感じですね。で、商品の説明をしていくということですね。そして最後、クロージング。顧客が、自ら購買決定するように誘導する。よし、じゃあ買うわって言ってもらえるように、自分から「はい、買ってね」って言うんじゃなくて、もう買うわって言ってもらえるように、お客さんから購買決定をするように誘導するということですね。そして、信頼の段階に入れば、これはですね、購買心理の8段階、お客さんのこの信頼という、8段階のうちの6段階、購買に踏み切ることを言うんですけども、信頼の段階に入れば、より効果的で、クロージングがかけれて、お客さんにすぐ購入してもらえますよということですね。ただ、あまりにもご了承しすぎると、商品を、返品されてしまう可能性があるので、こちらは注意してくださいという段階ですね。そして最後、678なんですけども、これレジですね。金銭受注、受け取り、金銭を受け取って、いくらですよとかいう作業ですね。そして包装、パパパパと秒で積んで、はい、どうぞってお客さんに渡すところですね。で、顧客が、帰るときに、ありがとうございましたと後ろ姿を見送るのが、これお見送りですね。これが、待機、お客さんが入ってきてから、お見送りするまでの8プロセスですね。で、これ以外にもですね、この令和元年の問題には、このその他、動的待機、そして最敬礼というものが出てきます。この動的待機というものは、待機の前にあるものですね。待機と同じぐらいなんですけども、商品の整理やったり、あとは補充の際の、顧客の行動をさりげなく観察するということですね。お客さんが、どういう状況なのかとか、お客さんがただ見てるだけなのかとか、ボケと伝ってるのかとか、いろいろ、動的待機を、補充しながら、商品の整理をしながらとか、補充をしながら、お客さんを見て、アプローチの段階を伺うというのが、この動的待機になりますので、これも覚えておいていただければと思います。あとは最敬礼ですね。腰から上体を45度折り曲げて、つま先から50センチ先に視線を落とすという、この最敬礼なんですけど、これも出てきたんですけど、これ販売士の3級で出てくる項目だと思います。なので、これも一応出てきたので覚えていただければと思います。この最敬礼に関しては、このお見送りの時とかに使われるものですね。以上のことを踏まえて、こちらの問題に入っていきたいと思います。では、1番、準備を整え、顧客に声をかけて近づく機会を待つ。これを、1番は、あですね、待機ですね。顧客が商品を見ているときは、準備を整え、機会を待つということなので、あは1番。そして2番、い、商品整理や補充をしたり、服を畳み直したりといった作業を行いながら、顧客の行動をさりげなく観察することは、この動的待機が入りますね。こちらになります。そして3番、う、顧客に声をかけて近づくこと、声をかけて近づくことであり、接客の第一歩である。これはですね、うに関しては、このアプローチ3番が入ります。顧客が商品に興味を持ったら声をかけて近づくお客様への、接客の第一歩ですね。なので、このうは3番が入ります。そして4番、商品の特徴や効用の中で、
購買決定に最も影響を及ぼす点を短くかつ効果的に表現した言葉のこと。これはですね、4番、セリングポイントが入ります。なので、すみません、2番のセリングポイント、この4番の項目ですね。顧客の好みを判断して分かってきたら、購買決定につながる商品の説明を短く効果的に表現した言葉を使うというものが、このセリングポイントになりますので、絵に関しては2番が入ります。そして最後、腰から上体を45度折り曲げ、つま先から50センチ先に視線を落とすお辞儀のことを、これは再敬礼と言います。この問題、販売士3級を持っている方に関しては、スッと解けると思うんですけども、僕は販売士2級から直で受けたので、これ全く勉強してなかったので正直間違えました。なので、このような敬礼、お辞儀の角度とかも販売士3級の内容も出てくると思うので、一応このようなことも覚えておいていただければと思います。では、今回は以上は、あは1番、いは、1番、うは3番、えは2番、おは4番となります。